僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。いえ、私が言いたいのはどうしてまたあなたがここにいるのかです。そろそろ君たちが聖国の栄章の第3巻を探してる頃だろうと思ってね。ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを今ここに捧げよう。聖典の第3巻は王城の最上階にある。そこに見張りはいるだろうか。ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにするような国なんてないだろ。つまりそこもヨガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは神官にとってこの上ない栄誉だ。でもこちらのお嬢さんはきっと聖典を読みたいだけなのだろう。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は幽夜浄土の宝。あの本を読むたびに殿下が幸せであることを願うばかりだ。